なんかおかしかったな。いやいや、不具合なんで、おーちゃんリクエストを送ってみて。不具合、不具合。不具合起きたの。わかんない。ああ、まあいいや。じゃあ映画今度撮るか。映画撮ろう、映画。うん。ねえ。10月だよな。まあ、8月に入ってすぐに思いだから、9月、10月ぐらいだな。そうだな。うん、聞こえてますか？ OK です。OK です。聞こえてますか？うん。なんか接続悪かったみたいですね。さっきもね、バグったのよ。今日はちょっとサーバーの調子が悪いんでしょうかね。なのかな、うん、あ、こういうことよくあるんだ。いや、あんまないけど、たまにあるんじゃない？あんまない、うん。おーちゃん大好きな人がハート来てるよ。いや、どうなんでしょうね。レンナさん見たらさ、おーちゃん大好きって言うとる。あ、マジっすか。うん、もうおーちゃんのサイン。ハートが出まくってる人。そうそうだ、おーちゃん、おーちゃんのファンの人じゃない。あ、そうなんだ。うん、で俺らはさ、人気ねえからいつも10人ぐらい。で、おーちゃん来るとおーちゃんのフォロワーが来るんだよ。あ、それで今ちょっと人増えて。そう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 。あ、そういうことなんですね。そう、そういうこと、そういうこと。いや、でも、これ、あの、映画の話ですよね。そうそうそう、映画。映画の話ですけど、うん、みんな分かってるんですかね。みんな知らないんじゃない？ 10 人ぐらいしか知らないよ。ザ・ブラックバスのことをちゃんと、もうちょっと普及しないとダメですね。そう、で、ストーリーは、ザ・ブラックシリーズを。今問題の同性愛を描きたいんですけど。同性愛だな。はい、同性愛ですか、ストーリー。そう、もうちょっと詳しく、どういうイメージは、俺とキムチでいつも通り釣りしてたら、はい、そのうーちゃんがやってくるわけよ。こんにちはって言って、はいはい、ちょっとですね、ちょっと内股で歩いてもらってね。で、サングラスにマスクの、サングラスにマスクに檻のやつつけて、怪しい、内股でうーちゃんですって来るわけよ。で、何やこいつ気持ち悪いなと。いや、ファンなんです、ファンなんですって言って、じゃあしょうがないから一緒に釣りしようよって、うん、やったーみたいな。でそのまま釣りして夜になってね、それまで普通に仲良くなって釣りして、で夜になっていきなりうーちゃんが、はい、いやいや、はい、菊池さんみたいなの言って、そしたら菊池もうーちゃんみたいな、うーいやいや、あくまで一つのストーリー、はい、いやーちょっと自分でその気持ちさえ耐えられるかどうかフランス、いやいやいや、ただあと姿が出ちゃうからサングラスマスクでやらなきゃいけないっていうね。まあそうですね、そこがだからまあできる範囲だよね、やるとしたら。バレないようにしないとね、やっぱ、うん、おーちゃんさんのブランドがちょっと落ちたらかも。いやだからうーちゃんでいかないからね。うん、うーちゃんで。いや名前変に変えない方がいいんじゃないですか。いや、おーちゃんおかま説が出るで。じゃあおかま説出るのはちょっと困りますね。そうだからうーちゃんで、おーちゃんっていう名前を一切出さないと。ね、大体的にあのおーちゃんが出てるっていうとさ、ファンとか見てさ、え、そうっすね、マジでおーちゃんってなっちゃうじゃん。いや、じゃあ名前も そのうーちゃんとかちょっともじるんじゃなくて、うん、なんか全然違う名前にしましょうよ。あ、そうだね。じゃあなんか桐崎隼人じゃないけど、なんか桐崎なんか適当になんか芸名つけてね。なんか適当に名字と名前つけましょう。まあ名字だけでもいいと思います、ね、なんか吉田健とかにしようか。で、ケンちゃん、ケンちゃん、ケンちゃんみたいなのか。吉野にしましょうよ。吉野ケン、吉野ケン。結構映画監督僕熱くなっていろいろ求めちゃうんで、できる範囲でやってください。あ、そうなんですね。やっぱ映画監督なんですね、神様。だからあの、ぬっからの。何？結構人が増えてるね、気がついた。おーちゃん来たからよ。普段だったら俺 10人がアベレージだから。すごいいっぱいおるよ。うん。フォロワーさんが来た、うん、おーちゃん。でもこれおーちゃんのファンがこれ聞いてるから、うん、結局その要は何だろうがちょっと微妙にバレちゃうね、やっぱね。いやでも映画の設定だから別にいいじゃん。ただ、うん、ちょっとしかしなんか噂でさ、検索でね、おーちゃんホモとかさ、そういう人誰かでなんかよく知らん人がさ、そのあ、おーちゃんってそうなんだっていう噂になる可能性があるから、それが嫌だったら、まあ、まあ、なんて思われてもいいですけど、そこは。映画だからね、なんて映画が。はい、映画なんで、あ、フィクションなんで、そこは。
フィクションなんで、いや、それを真に受けられたら困りますよ。うん、結構真に受けられるからね、でも。いや、でもそ、いや、そうでしょうね。うん、俺とか、まあ、それしか人間やと思われてるもん。はい。いや、そういう菊池さんしか見られないので、視聴者としては、菊池さんそういう面、そういうそのキャラクターしかその目に入ってこないので、どうしてもそういうイメージになりますね。そう、そうなんですよ。はい。まあ、それがあの作ってやってるであろうことは想像はできるんですけど、ちょっとそれ以外のイメージは具体的には湧かないっていう感じですね。うん、想像してくれたらいいんだけど、想像しなくてもそういうやつだと結構断定的に思われてる感じがする。そうそうだよね。だから俺のイメージは今さ、もうおーちゃんとさ、菊池さんが69でさ、で音も出すからね、こうやって気持ち悪い。でもちろんだから引きでちょっと見えないような画角で撮って、でそっで石丸さんも乱入して3人でセックスが始まるっていう。気持ち悪いわ。やめてくれ。いや、一つの今案だから決まってる。いや、さすがに神さん大丈夫ですか、それ YouTube のガイドライン的に。いや、別にバン食らわなきゃいいんで、方向つかなくてもいいんですよ。きついな。うん、多分18禁とかつくかもね、その広告つかない。あ、ね、年齢制限はつきそうですね。そう、ただ映画としてやったら多分その、チンコ見せたらもちろん一発番だけど、いや、そりゃそうですよ。うまいこと表現すればいいんじゃない、そういう。実際そんな形にもちょっと慣れないけどね、やっぱね。だから、その、例えば菊池さんが王ちゃんに肩組んだらさ、王ちゃんは M 役だからさ、ああとかやらないかも。うわ、M 役は難しいな。いや、で、M 役やった後に今度こ交代だっつって今度王ちゃんが攻めるみたいな。菊池さんはああみたいな、それ交互にやらない。いや、神様、神様、ちょっと地獄ですよ、それは。地獄。そしたら、あの、鈴木さんもなんか、実は私もとか言って。ああ、じゃあ鈴木にやらせましょうよ。鈴木はやばいっすよ。え、なんて？やばい。鈴木はエレーっすよ。どういうことエレーって。いや、エレーんですよ、あいつは。バカってこと？いや、バカじゃないですけども。うん。わがままな子。いや、わがままじゃないですけど。うん。いや、悪乗りしちゃうんじゃないかな。いや、でも鈴木、乗りがいいんだ。いや、でも 出るの嫌じゃん、鈴木ちゃんは。シャイですね。シャイだね。シャイですね。あの、おーちゃんのガチファンとかいうあの女の子も、もう引退しちゃったしね。あの、エロ、誰ですか？エロボイスやってた女の子。何でしたっけ？みゆちゃんね、人生甘くないみゆちゃんが、あ、人生甘くないさ、ね、アカウント消した理由が、はい、アンチがうぜえって。マジっすか。1万人いたんだよ、ツイッター。これはもったいないですね、それは。そうで言ったんだよ、もうそんなんアンチなんか少しじゃんって。そうですよ、そんなん気にしてたら何もできないですよ。でもメンヘラ気質で嫌だ嫌だとかつって、もう私は何が嫌なんですか。だからアンチのコメントでしょ、煽りでしょ、ね、それで傷ついちゃって、もうアカウント消してまた細々とやってるけど。ああ、アカウント作り直したんですか。そう、そういうことで。いや、でも結局アンチはそれ見つけてまた来るんじゃないですか。そう、だから一緒だよって、ブロックしたら一緒だよって言うんだけど、はい、一緒っすよ。で、俺がトトしてさ、そこに無理やり入り込んで、もうやめ、はい、そんな気にするなって言ったけど、もう無理ですとか言って、じゃあ最後に、あの合同オナニーをしましょうみたいな話になっちゃって、もうなんか最後の記念に、その最後の配信、なんか謎っすね。変なところでメンタル弱いんですね。変なところでメンタルが強いというべきか、なんか。そうだって、本当にチンコのあれなんか入れてるって言ってたから、ディルドみたいな。マジっすか。あ、R くん、R くん、こんばんは。お茶のファンの人かな。こんばんは。R くん、こんばんは。聞こえますか。聞こえてますよ。めっちゃ嬉しいっす。R くん、自己紹介して。自己紹介。名前は言わんでいいけど、年齢と男か女か、そのあたり。あ、中3で、まあ年齢は一応、女です。え、何？
おーちゃん喋って。おーちゃんのファンだよね、はるさん。はい。ちょっとおーちゃん喋ってあげて、ちょっと軽く。女の子。いや、男の子でしょ。わかんない。女の子に聞こえるけど、声が。そう。ああ、ちょっとわかんないですね。ちょっと中学生ぐらいだと。もう、我々みたいなおじさんになってくると、もう、若い子の年齢は声じゃわかんないっすよ。アール君喋って。めっちゃ動画見てます。ありがとうございます。最近はあんまり動画出せてないんですけども、出せてないというか、うん、絞ってるんですけども、うん、動画の量、ガチで緊張してる感じだ。これガチで緊張してる感じですかね。緊張しますよ。あー、おーちゃんのどこがいいの言って。え、おーちゃんのどこが、うん、顔顔を知らないでしょ。顔知らないでしょ。あ、そっか、知らんか。じゃあ街中で、はい、僕を見かけて、あいつおーちゃんだって分かる自信あります？いや、全然。声なしで、声なしで。でも基本的に。うん、まあ、生き物探してますよね。まあ、カメラ持って生き物探してることは多いですよ。じゃあ、わかると思います。もうその最終の場にいたらわかりますか？はい。まあ、最終場に行ってカメラを構えてたら、多分何かしら喋ると思うんで、それでバレますね。実際それでバレたこともあるし、バレかけたこともあるんですよね。あ、そうなんですか。まあ、いや、茶色スズメバチっていうスズメバチがいるんですけども、それの撮影してたら、なんかそう、近所の子供がなんか虫取りになんか来て、 お父さんと虫取りに来て、でちょっとその子にバレかけたんですよ、はい、でその一緒にいたお父さんがなんかうまいことフォローしてくれて、そのバレずに済んだんですけども、なんか起点聞かせてくれて、いやー、ヒヤッとしましたね。別にバレたら嫌なんですか？いや、バレて困ることはそんなにないんですけども、まあでもやっぱ秘密にしたいというか、うん、そこにいたっていうのは秘密にしたいんで。ああ、うん、はい、そうなんですよ。僕も極度の人見知りなんですよ。ああ、一緒です。あ、そうですか。はい、自分滋賀県住んでるんですけど。はい、来る予定あります？あ、このちょっと前に神様と琵琶湖で、バス釣りの映画を撮ろうっていう話をしてたんで、なんでその時には滋賀県にいるでしょうね。滋賀県に行く予定は、まあそうだな、あとはちょっと行くかどうか分かんないんですけども、冬にワカサギが琵琶湖に産卵に来るんですけど、うんうん、もしかしたらちょっと来年もそれ取りに行くかもしれないですね。自分ワカサギ取りに行きましたよ、今年。ああ、どうでした？取れました？いや、でもなんか多分出遅れたからあんまり取れなかったです。いつぐらいに行きましたか？春休みぐらいやから2月3月とかかな。あ、2月3月。なんか今年は始まるのが早くて終わるのも早かったらしいんですよ。あ、そうなんですか。で、2月、あれ、神様、はい、ワカサギ釣り、ワカサギ釣りじゃない、ワカサギすくい行ったのいつでしたっけ、我々。いつだったっけ、3月 ?3 月でしたっけ、2月に行った気がするんですけど。2月か。あ、で、だから R 君、あの時だいぶ終わりかけでしたよね。そうだね、R 君だから、映画に出ようか、1時間だけ。滋賀県行くから、俺、はい、R 君フォローしといたから、もし映画に出れるならで、顔が出せないならサングラスで出て、出れる、1時間だけ。動画にってことですか？映画に、おーちゃんとのコラボで映画に。
映画撮るの？この神様、あ、高橋魚心さんも YouTube のチャンネルやってて、この高橋魚心さんのチャンネルで、うん、その映画っていうことで長編のバス釣りの動画を撮って、まあ、出す予定があるんですよ、うん、あ、そうなんですか、はい、脇役でちょっとだけ出てほしい。ものの1時間あって、ちょっとセリフ言ってもらって1時間だけコラボして帰るみたいな。出れる？それは出たいっす。 OK。 R くん、男女どっち？あの、一応なんかどっちも嫌やみたいな。意味わかんない。違う。どっちも嫌やじゃなくて、女性にしか聞こえないんだけど男性、うん、いや、あの、女す、もともと。元々女で心が男。まあ、okay、どっちでもないみたいな。OK、いいよいいよ。それは堂々としようよ。心、体が女性だけど心が男でいいじゃん。あ、はい。OK、俺たちは。逆に面白い。ある。はい、おちゃん、あ、ちょうどなんかそういう、なんかセクシャリティに切り込むような、なんか、話なんですよね、神様。ちょっとおーちゃん、中学生だからエッチなことは絶対ダメ。その、はい、いや、そうじゃない。いや、そういうんじゃなくて、その、うん、なんか神様、同性愛テーマにするとか言ってたじゃないですか。そうそう、だから、同性愛だけじゃなくて、その、なんでしょう、だから LGBT ですよ、神様。そうそう、だから R 君。LGBT の、R 君はじゃあ、T の人なんですよ、神様。そうだね。LGBT の中の。だから、R くんセリフ言ってほしい。そこで出てきてさ、その 俺がさ、その同性愛ってキモいよねってセリフで言うからさ、 R くんがさ、どういうことだよおっさんっつって私はガチギレする役です。そう、女だけど男なんだよって、俺の気持ちどうすんだっつって、俺たちが謝って、で、おーちゃんも実は俺も同性愛なんだみたいな、そういう話で、もう映画だからなこれ。めっちゃおもろいやん。じゃあ R 出る？出たいっす。で、9月か10月だから、俺今 R くんフォローしたから、はい、俺も忘れちゃうからさ、俺もいろんな人と喋るから忘れちゃうよすぐ、うん、だからもし覚えてたら、あの、俺のフォローし返してもらって、9月10月ぐらいに映画出たいってメール送って出る気があったら。あ、わかりました。9月10月ですね。9月か10月だから、はい、メール DM 送って、その頃にあの映画どうなってるんだとかさ、こっちは出る気満々だぞこの野郎つって、うん、で、顔出したくなかったらサングラスして出て。わかりました。サングラスしたら特定わかんないから。あの、全然顔良くないっすよ。そのどうでもいい、その見た目とかじゃない、映画が面白いから。だからオッケーっす。オッケー、おーちゃん、はい、とんでもない金の卵拾いました今。そうですね。とんでもない状況になってきましたね。うん、いや、とんでもないですよ、マジで。うん。やったね、R くん。やったっすね。はい、おーちゃんさんのどのくらいファンなの？ちょっと好き。もう、小学4年生ぐらいからずっと見てるから。あ、相当。あの、R くん、今何歳ですか？中学3年生です。ってことは、まあ、14、15歳で。ああ、じゃあもう4、5、結構早い段階から見てくれてますね、じゃあ。あ、はい。まあまあ、全部は見れるんですけど。で、2018年ぐらいからですかね、じゃあ。あ、そう。ああ、じゃあだいぶ初期ですね。うん。俺が会社辞める前だわ。うん。うん、アル君やったね。やったっすね。うん。DM 送っていて。はい。なんなら、嬉しい。おーちゃんが、その、R 君、ちょっと今日ちょっと脇役いねえかなって言ったら、おーちゃんが電話して R 君呼び出して、ちょっと1時間役やらせてもいいからね。ああ。うん。おーちゃんがやる気があればね。あ、おーちゃん黙っちゃった。はい、なんすか。あ、いやだから、おーちゃんの脇役としても R くんは使い勝手がいいのよ。ちょっと今日人手が足りねえなっつって R 呼ぼうっつってさ、R 呼んでガサガサやってこいっつって、でカメラでもう出しちゃってさ。そんな使い方しないですよ。いやいや、でも R くんそれ嬉しいよね。
嬉しいし、まあ、YouTube やろうと思ってる。あ、そうなんですか。いや、でもまあ、有名にはならんくても、なんか趣味でやろうかな、みたいな。いや、まあ、趣味でやるのが一番楽しいと思いますよ。うん、あ、そうっすか。はい。いや、これを仕事にすると、やっぱ数字を気にしなくいけな、数字を気にしないといけなくなるんで、純粋に、完全に純粋に楽しめるわけではないんですよね。うん、やっぱりその優先順位をつけて、そう、数字取れそうなことからやらないといけないんで、それでなんか釣り行くの諦めたりとかもあるんで、なんか趣味で、最初趣味でやるのが一番気楽ですね。ああ、はい、うん、うん、趣味でやるのいいと思いますよ。自分好きなことしかできなくて。ああ、いいと思います。それでもう本当に勉強が嫌いです。もう、R くん、はい、まだ緊張して R さんでいい、 R くんがいい。あ、どっちでもいいです。 R くんというわ。R くんは人見知り治った？もう大丈夫？緊張してる？まだ。緊張より嬉しいのが勝ってるかも。あ、おーちゃんと喋れてみたいな。うん、うん、オッケー。じゃあいつかコラボだな。映画ですね。うん、映画は1時間だけね。例えばどっかで、はい、例えば滋賀県だったら、例えば米原駅に待ち合わせて、ちょっとだけ脇役で一言二言言って握手してありがとうっていう、そういうイメージ。あ、はい、うん、で、R くんがあれだったら DM 送ってね、また。わかりました。出る気満々だぞ。え？黙っちゃった。なんすか？ちょっとすみません、あの、帳簿言ってたもんで。うん、え、なんで？いや、ちょっと帳簿、ああ、帳簿チェックしてたので。あ、いいよいいよ。じゃあ。OK、じゃあ、R くん、今日ありがとうね。はい。いつかのコラボ。うん。映画やりましょう。うん、映画、はい。映画な。よろしくお願いします。OK。うん。では、失礼します。うん、ありがとうね。はい。バイバイ。ありがとうございました。おやすみなさい。失礼します。